はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。5時40分を回りました。もう真っ暗ですね。10月は12日のですね、土曜日でございます。さて、今日はですね、相談会行ってきました。まあ非常にね、ちょっと迷ってらっしゃる相談者がいましたね。まあね、なかなかね、難しいものでございます、売却するっていうのは。はい、行きましょう。日本経済新聞にこんな記事が出ました。これは今日の13時6分ですから、まあ、まだ半日ぐらい前ですね。5時間ちょっと前ですね。4時間ちょっと前ですね。中国の蘭仏庵財政相は12日の記者会見で、今日ですね、景気刺激策を発表した。特別国債を発行して大手国有銀行に資本注入し、銀行の健全性を高める、経済を支える金融システムへの財政支援で景気を下支えする。大手庫への公的資金注入は1998年以来だ。中国でもそんなことやってたの。今回は不動産不況で収益減や債務の悪化に苦しむ銀行の健全化を高める。特別国債の発行額は説明しなかった。蘭氏は財政政策の規模に関して、財政収支などを考慮、うにゃうにゃと、ここで切れてますけども、他の記事なんか見ますとですね、まだ俺たちは財政に余裕はあるというふうに言うてるらしいですね。1998年、それ日本の話しちゃうんかみたいなんですけど、その頃ちょうど日本もですね、あれですね、銀行にですね、公的資金を注入しましたね。長らくですね、中国はですね、日本のバブル崩壊に学んできたので、同じような道はたどらないというふうに言うてきたような気がします、つい 3,4 年前までね。ところがですね、1980年代の後半に日本のバブルが膨らんで、それが90年代に壊れてですね、97年98年は金融機関の倒産ラッシュになりました。で、あれに学んだと言ってるんですけども、全く同じ道をたどっていると。ただし規模は100倍と、日本の100倍ですね、軽く見て100倍です、をやってるわけでして、日本と同じようにですね、大手金融機関に公的資金をですね、注入しようということをなさるわけですね。それを今日発表したと。で、財源は国債の発行であると。まあ、そのあたりもですね、日本と同じでございましてですね。ただしですね、なんでそれ今までせえへんかったんやという話ですね。なぜ今までしなかったかというと、その国債発行するのを嫌やったんです。国債を発行してもですね、それをですね、買ってくれないから発行するの嫌やということではないんですね。まあ、そんなもんですね、金融機関に国有銀行に買わしゃいいだけの話、国有銀行に買わして国有銀行に資本注入するとは変な話ですけど、まあ、帳簿上はそうなってもいいと思います。とりあえずですね、自由というか、あと不良債権の処理に充てられるですね、お金ができるわけでして、銀行からすると。それは非常にですね、こうやりやすいと。いうことになろうかと思います。どうですかね、それはですね、まあ、唯一のですね、解決策といえば解決策なんですよ。で、残念ながらこの蘭さんという方はですね、その規模を言ってません。一体何兆元なんやというふうに。昨日別の動画で私は最低100兆人民元というふうに言いました。つまり日本円にするとですね、最低2000兆円ですからですね、100兆元、うん、ですね、日本円にして2000兆円は必要かと。まあ、大体ですね、向こうは中国が発表している GDP のよりちょい安いぐらいです。当時の1997年、8年当時の日本がですね、不良債権処理のために公的資金を金融機関に注入しましたが、その額が100兆円です、日本円で。
それに比べて今回は日本円にして20倍が必要ですよと。ただしそれで十分とは思いません。さっき申しました通り、中国のバブルって日本の100倍です。軽く100倍です。ということは本来日本の100倍注入してもいいはずなんですね、理論的には。日本が100兆日本円ですね。その100倍というのは1京円でしょ。そうですね、1京円。そこまで必要なんですけども、それはさすがにできないでしょうと。だから100兆元というものをですね、注入したらなんとか、一瞬その場しのげるんちゃうかなという気はしています。で、今後ですね、中国はそのどの規模で、ですね、こう金を集めてですね、その、不良債権、処理のために公的資金を注入するかというところに注目されます。これがケチなですね、2兆元とかですね、3兆元とかであればですね、これはもうしゃあないですね。ああ、終わったみたいな感じになります。どうでしょうね。2桁兆元来るかなと。必要なのは最低100兆元なんですね。そうですね。で、本当はですね、そのですね、5倍、500兆元ぐらい必要なんですけどもですね。それをやるほどですね、根性はないしですね、多分できないんちゃうかなと思います。この規模によってですね、市場を落胆させるかどうかと、まあ、落胆させたところで今と変わりませんけどね。で、中国もどうやらですね、この不況を抜け出すにはですね、不良債権の処理が必要であるというふうにですね、こう理解してきたような感じですね。ここ9月の末から矢継ぎ早にいろんな策が発表されていますけども、どうやらお前ら分かってきたやんという感じがしなくもないです。ただしですね、あれですね、腹くくってですね、この不良債権処理に彼らがですね、邁進するのかどうかってまだ分かりません。今まで発表された策はですね、いかにも物足りなさがあります。で、どうでしょうね、100兆元、最低で100兆元なんですけども、まあ、50兆ぐらい出してくれるとね、50兆元ぐらい出してくれると、日本円にするとですね、50兆元はかける20は2兆円、じゃあ、50兆元でしょ、1000兆円か、ぐらいにするとですね、ちょっといいかなという感じはしますけどね。50兆元出したらまあまあですね、でも最低は私は100兆元必要だと思います。まあちょっとそこが注目ですね。で、なぜ中国はそれを嫌がったかというとですね、インフレになるからなんです。当たり前ですけども、お金を増やしてるのと一緒なんですね。国債を発行してそのお金を銀行にぶっ込むというのはですね、人民元のですね、M2 を増やすのと同じ効果があるんですね。とするとどうなるかというと、お金の価値が下がってですね、物の価値が上がるという、つまり物価高になるということですね。今の中国はデフレなんでですね、まあそれくらいやってもいいかなと思いますけども、物価高になるとですね、何がこう嫌かというと、中国共産党にとって何が嫌かというとですね、人民の不満がたまると。国民がですね、物価まで高なったやんと、収入が減ったのに物価まで高なったらこれどうしてくれんねんみたいな、そういう風になって怒りに燃えて、誰が悪いねん、共産党かやっぱれとかって、あいつらに文句言ったらあかんと言って、ですね、行動に移してくると、それが嫌なんです。中国共産党にはですね、こう苦い思い出がいくつかあるんですけど、まあ、そのうちの一つがですね、天安門広場事件っていう、1989年に天安門広場にですね、民主化を求める群衆が数十万とも100万とも集まってですね、手がつけられなくなって最後は戦車で踏みにじったと。あれはですね、物価高が影響したというふうに言われています。だから何としても物価は上げたくないんですね。で、そもそもですね、国境内戦ということがあったんです。日本が負けて中国から引き上げると。そのすぐ後に起こったのが国境内戦でしてですね、国民党軍ですね、今の台湾の勢力とですね、共産党軍がですね、戦ってですね、結局ですね、まあ1年、2年ぐらいかな、決着ついて共産党軍が勝って今のですね、中華人民共和国を設立する、樹立するんですけども、なぜ共産党は勝てたかというとですね、それはですね、物価なんですよ。
共産党の支配地区はですね、で流通貨幣は人民元をですね、でたらめに作らなかったんですね。その共産党支配地区は物価が安定したんですよ。ところが国民党支配地区はですね、国民の貨幣、確か元やったと思いますけども、その時はやたらといっぱい出したわけね、軍票とかいっぱい出して、そうするとこうハイパーインフレになったんですよ。困るわけですよ。そうすると人民というか、まあ民衆が、暮らしが非常に困窮するわけですね。であればですね、共産党の支配地域の方がええやんということでですね、共産党の支配を歓迎したんですね。でですね、共産党いらっしゃいいらっしゃいと、国民党出ていけお前らみたいなですね、やったらですね、やっぱり共産党は勝てるわけですよ。そこでどん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 勝っていったわけですね。勝っていって最終的に中国全土を支配したわけですけど、要は国民党軍装備もアメリカ式でですね、アメリカがじゃんじゃん援助してですね、なかなか強く装備は良かったんですよ。補給も良かったんですけども、その経済政策がインチキだったおかげで破れ去ったと。その記憶はですね、共産党の脳裏に濃厚に刻まれているんですね。だからですね、お金を増やしたらあかんと思ってるわけですね。だから今の今までですね、それはやりませんと、やりませんとは言いませんけども、やらなかったわけですね。お金を増やすということをしなかった。でもですね、とうとうここまで来てですね、お金を増やしてですね、大手銀行を救済せざるを得なくなったというのが現状で、このニュースがそれを象徴します。でこの後のですね、注目は一体いくら何百兆元なん、まさかなと、2兆円とか2兆元とか3兆元とか言ったらあれです、ずっこけですよっていう感じで、それがおしまいです。はい、ということでですね、一応ですね、この日経新聞の記事ですね、中国特別国債発行で大手行に資本注入というですね、記事を貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。